日本埼玉県埼玉市西区、高木高木は埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0071。本校では高木の前身である木下村、阿弥陀寺村、北の海戸村、法願寺村についても述べる。埼玉市西区北東部の南北に細長い大宮大地上に大胸位置する。北端は浅間川が流れ、 北東から南西に長い区域を有していたが、大宮西部特定土地区各整理事業により、区域の中央部が西大宮となったことで南北に分裂している。地区の北部は清川寺、西大宮、中区議と上げを指定崎に隣接し、南部は西大宮、佐桜木、桜木両別所、平方両家、中区議に隣接する。長域の生端は、 桜桜木駅から北に500メートルほどの距離にある。西の境界は中区議川が、東の境界は滝沼川が流れる。荒川の河川区域内である川越市と西区との市境付近に大小5カ所の飛び地が存在する。これはかつて桜桜木領内の村々が領有していた入海まぐさ場などの名残である。地内は全域が市街化調整区域であり、 土地利用として全体的には工作地の多い農業地域である。南部では高木団地や差し扇団地などのまとまった住宅地も見られる。飛び地は主にゴルフ場や公園として利用されている。元は明治初期より存在した高木村であった。さらに古くは江戸期より存在した差し扇きの木下村、阿弥陀寺村、北の海戸村。 大願い寺村にあたる地域であり、これらの村々は1875年の合併により消滅した。江戸期は武蔵国足立郡差し置き領に属する木下村で、古くは神尾僧に属していたと言われている。木下村は武蔵国田園坊では木下村とも記される。村高は昭法年間の武蔵国田園坊では351国余り、 元禄豪町では301国余り、天保豪町では320国余りであった。助ケは中山道上尾塾に出役していたが、聖徳、安永年間は日光成海道大門宿にも出役していた。火星期の世帯数は33件で、村の規模は東西7町余り、南北30町であった。村域は高木村の最北部にあたり、 木下村の飛び地が最西部に分かれていた。地名は、小木跡があるところに多く見られる、木が用いられている。荒川に、流作城を漁していた。江戸木は、武蔵国足達郡差し置きに属する阿弥陀寺村で、あった。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では128国余り、元禄号町では88国余りで以降、増減なし。スケ号は、 中仙道上尾塾に出役していた。活性期の世帯数は16件で、村の規模は東山一丁半、南北一丁半であった。村域は高木村の中央部にあたる。地名の起源は阿弥陀寺が当地に建立されていたことから。その阿弥陀寺は火災で消失し、寺木を失っている。阿弥陀寺そのものは現存する。荒川に入海まぐさ城を漁していた。 江戸期は、武蔵国足立郡差し置き領に属する北の街道村で、古くは神尾僧に属していたと言われている。村高は、昇法年間の武蔵国伝園墓では84国余り、元禄豪町では75国余り、天保豪町では82国余りであった。スケ号は、中仙道上げ尾宿に出役していた。活世期の世帯数は15件で、村の規模は、東西4町。 南北四町であった。尊域は高木村の中央部にあたる。地名の起源は不明。荒川に下谷原入海地を領していた。江戸期は足立郡差し置き領に属する根願寺村であった。宝原寺村とも称された。村高は昭法年間の武蔵国伝園墓では27国余り、元禄号町では22国余り、 天保号町では20国余りであった。スケは中仙道上尾塾に出役していた。活性期の世帯数は4県で、村の規模は東西2町、南北1町余りであった。村域は高木村の南東部にあたる。地名の起源は定かではないが、当地にが混流されていたと言われていたことにちなむ。 なお今日の日蓮周法工寺及びその地蔵堂の旧称は法願い寺であるが、当村との関係は不明。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西大宮成立前は、地内に法、三寺や阿弥陀寺、福大成神社なども所在した。 西大宮成立前は、地内に、福大なりふるさとの森なども所在した、オレンジキューブ、ありがとうございます。